どうもこんにちは、プレシアの木島です。本日は〇〇をするだけで彼女からの脈あり脈なしを一発で見抜ける方法というテーマでお話をしていきます。何度かデートをしていて、自分としては彼女といい感じだと思っていると。ただ告白をする前に確実に彼女が自分に好意を寄せているかどうかをチェックしたいと思う方いると思うんですよ。で、本日お伝えする内容は、誰でも簡単に、そしてあなたがこの3つの行動をするだけで一発で彼女が自分に好意を持っているかどうかを見抜くことが可能になります。そしてね、知識だけを蓄えても意味ないので、今回はね、デート中に簡単に実践できてすぐに脈ありかどうか確かめられる方法を3つのシーン別でお話をしていきたいと思います。気になる女性がいるとか、告白を失敗したくないという方には特に参考になる内容になっているんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。脈あり脈なしを一発で見抜く方法、その1は、徒歩で移動中に彼女がどれだけ近づいてくれるかなんですよね。例えばですよ、よく見かけるシーンとして、男性側がぐいぐい女性の方に寄っていって、女性が道の端っこに追いやられるシーンって見たことあると思うんですよね。で、実際に私も男性とこう道を2人で歩いている時に、男性がこっちにどんどん寄ってくるものだから、私がこう避けていって、結局は道路にはみ出しそうになった経験ってあるんですよ。まあ、おそらく男性は気づいてなくてやっている人も多いんですが、結構女性の中ではあるあるだったりします。で、基本的に女性っていうのは、心を許していない人が自分と45センチ以内に入ってきてしまうと不快な気持ちになるんですよね。45センチっていうのがどのくらいの距離かっていうと、お互い手を伸ばさなくても触れ合える距離、これが45センチなんですよ。で、女性のパーソナルスペース的には、その45センチ以内に人が入ってくると不快に感じる。ただ仲のいい友達とか家族、恋人であれば45センチ以内に入ってこられてもむしろ嬉しいというふうに思うんですが、全く何も感じていない人がこのぐいぐいとね、自分のパーソナルスペースに入ってくると、どうしても嫌な気持ちになると。まあ、だから道を歩いている時に、そのパーソナルスペースに男性が入ってくると女性って嫌だから避けますよね。で、結果的に女性が道路の隅に追いやられてしまうパターンが完成するんですよ。で、どうやってこの脈ありなしを判定していくかっていうと、道を歩いている時に男性であるあなたから女性に距離を絶対に詰めないでくださいね。じゃないと検証にならないので。で、道を歩く時にはあなたはですね、必ず彼女との距離を一定に保って歩いてください。で、その時にこの彼女がですね、あなたから少し距離を置いて歩くのか、それとも距離をだんだんこう縮めて歩いてくれるのか、たったこれだけで彼女があなたに脈ありか脈なしなのかっていうのを判断することができるんですよ。で、当然こう、あなたがね、彼女と一定の距離を保っている時に、彼女が少し距離を空けて歩き始めれば脈なし、そして反対に少しこう彼女の方から距離を縮めてくれば脈ありという結果になります。脈あり脈なしを一発で見抜く方法、その2は、食事中テーブル越しに携帯の中の写真を見せることです。あ、その携帯をね、彼女に渡してしまったり、彼女が見やすいようにぐっと近づけてしまうと、これまた検証にならないので、それは控えてくださいね。あくまで彼女が身を乗り出さないと見えない位置で携帯を固定して、その上で、ねえねえ、この前楽しい写真があったから撮ったんだけど見て見てっていう風に誘導します。で、その時にあなたも自分の携帯にこう顔を近づけるんですよ。で、見て見てっていう風に言います。そうした時に、こちら側にいる彼女がどれだけその携帯に顔を近づけてくれるかで、脈ありなしが判定できるんですよね。で、例えば彼女がその写真を見るためだけに一瞬顔を近づけてすぐに話したんであれば脈なし、反対に写真を確認した後もずっと一定の距離であなたと会話をしてくれるんであれば脈ありという結果になります。で、最後ですね、脈あり脈なしを一発で見抜ける方法、その3は、グラスの距離で彼女の気持ちを確かめる方法です。カフェでも食事中でもバーでもいつでもどこでも試せる、本当に簡単で実践的な方法なんですが、最初はお互いの飲み物が入っているグラスってこう一定の距離で置かれていますよね。例えばあなたがこの飲み物を飲んだ時に元ある場所に戻すんじゃなくって、わざと彼女のグラスに近づけておくんですよ。で、彼女もまた無意識でグラスの飲み物を飲みますよね。で、そうした時にこの彼女がどこにグラスを戻すかで脈ありなしを判定することができます。彼女が元ある位置にグラスを戻すっていうのを基準として、それよりもあなたのグラスから離しておいた場合、これは脈なしです。で、反対に元あった場所にそのまま戻すとか、よりあなたのグラスに近づけておいた場合は脈ありという結果になるんですね。で、今お伝えした3つの方法っていうのは、あなたが女
女性のパーソナルスペースに入っても不快な人かどうかっていうのを彼女の無意識を使って試す方法になります。とっても簡単なのでね、彼女の気持ちを知りたいっていう方はぜひこの3つを試していただきたいんですが、試す上で注意点がありますので最後にこれだけ覚えて帰っていただければと思います。今まではテーブル越しとか一定の距離を保って話していたので気づかなかったんですが、近距離で喋るようになるとですね、近づくと案外この服の毛玉が気になるとか、服から生乾き臭がするとか、なんか汗の匂いが気になるとか、離れてる時は分かんなかったけど顔油ギトギトじゃんこの人とか、よく見たら眉毛ボーボーじゃんとか、反対に顔が乾燥していて肌カピカピとか、爪がささくれ放題とか、近づくことで普段見えなかったものが見えたりとか、気にならなかったものが気になり始めてしまうケースっていうのがあるんですね。でこう距離を近づけると匂いって結構感知しやすくなるじゃないですか。そうした時に女性ってそういうのに割と敏感な方が多くて、こう近づいた時に彼の匂いが気になった、そしてなんかすごくいい匂いではなくて嫌な匂い、不快な匂いに感じてしまったっていうことで、また次会ってもその匂いが気になった、さらに会った時にはもうその匂いがすごく気になる、不快だっていうことで、その匂いが原因で彼を振ってしまう方っていうのをいくつか私は見てきたんですよ。せっかくね彼女との距離を縮めることができたのに、その匂いのせいで終わってしまうっていうのは非常にもったいないと思うので、あなたはそうならないように必ずデート前にはですね、自分の口臭とか体臭チェック、そして服に毛玉とかシミはないか、ヒゲの剃り残しはないかとか、眉毛はちゃんと整えているかとか、そういったチェックリストをきちんと作って出かける前には確認していくようにしましょうね。またこの脈あり脈なしを見抜く方法なんですが、3回目以降のデートがおすすめになります。初デートでこれをやってもですね、ほとんどの女性は脈なしの行為をされると思うんですよ。なぜなら女性が男性を好きになるのにはどうしても一定数の時間がかかってしまうからなんですね。特に婚活っていう結婚を意識している場で出会ったのであれば、女性っていうのはすぐにその人を好きになったら一目惚れ的にすぐ好きになるっていうことはないと思うので、早い段階でこれをしてしまってもかなり無意味な行動になってしまうかなと思います。そのため彼女と3回デートができたら4回目のデートでこれを試すと意味があるよっていうことになります。ということでこのチャンネルでは結婚相談所を経営している私が婚活男性に向けた短期間で婚活成功させることができるノウハウなどお伝えしておりますので、この動画が良ければチャンネル登録そして高評価までお願いします。ありがとうございました。